からロープオーバーヘッドトライセプスエクステンションをご紹介します。まずは放射ロープをテーブルマシンの高い位置に取り付けます。そしてこのエクササイズでは腰に負担がきますから、僕はいつもこのようなトレーニングベルトをします。そして手首を保護する意味でもこうしたリストストラップを使います。ちょっとお待ちください。装着します。そしてロープを握り、ウェイトスタックと反対側を向きます。それからロープのエンド、このボールのところをしっかりと握り、そして足はスタガールスタンス、互い違いの足の位置を作ります。この位置で肘をしっかりとこの最初のポジションに決めます。ここから肘を動かさないように気をつけます。そしてここからロープを前に押し出します。そして押し出しながらロープを開きます。ロープを開くことによって上腕三頭筋をしっかりと収縮することができます。そしてゆっくりとスタートポジションに戻します。ではこれからやってみますのでご覧ください。頭筋でも上腕二頭筋のトレーニングでも肘の位置をしっかりと固定する、そのことによってターゲットとする筋肉にいい刺激ストレッチを与えられるものと思います。その点に注意してぜひこのロープオーバーヘッドトライセプスエクステンションを皆さんの上腕三頭筋のトレーニングエクササイズに加えてみてください。非常にいい効果が得られるものと思います。ありがとうございました。